ません。今年のね、振り返りなんかしながら、昼寝しちゃった。昼寝って言っても昼じゃないけど、なんだって、いやそうやろ、だって今日もう12月30日だよ。あ、爪買いました、かわいい。あ、全然止まらなかった。なんか放り投げたって言われた。むーちゃんのおもちゃだよね。去年の年末何してたっけ？でももう今頃には地元にいた気がする。今日仕事納め、私は明日仕事納めからの仕事始めです。そう、去年はね、なんか配信とかあったっけ、選抜だけとかあったっけ、なかったか、ちょっとあんまり記憶がないですけども、年またぎ仕事人生初です。コロナ禍になる前はまだアンダー18の方に出てました。まあそんな感じで時間もねちょっとないのでね、あの2023年を一緒に振り返っていきたいと思うんですけど、うーちゃんと一緒に。私もいろいろありましたね。まあ、あのさっきね X に写真載せたから、そこにもうリプしてほしい。ゆっくりみんな、私は今この場でパッとあの思いついたことを言うだけなんですけど、みんなはいっぱい2023年何があったかなって考えて出したの思い出ね、ちゃんとリプしてくださいぜひ。まず1月、私覚えてますよ。まず最初にあったのはプリマステラの静岡出張公演でございます。まあ公演は一回置いといてね、公演。そう、うちはまだ生まれてません、その頃。プリマステラ静岡出張公演が2日間だっけな、今年3日間ありまして、まだ出会ってないよって方はね、あ、そうなんだって思って聞いててください。今回清水の方に私は初めて行きまして、サウンドシャークさんで、確か、すいません間違えた、ごめんなさい。2日4公演そうでしたね。ね、あれから1年って早いよね。この間プリマステラの反省会であった、私のここでココイチでの雄たけびはあそこです、あの時です、大岡さんとココイチ。まあプリマステラのライブはあんまり配信がないので、あの結構記憶がどんどんね、あの遠ざかっていっちゃうかもしれないんですけど、それも良さったことで、ぜひあのプリマステラの来年のやつも遊びに来てください。去年も来年も仕事始めはプリマステラって感じだと思います。で、1月のその次の日に成人式がありまして、爽やかなハンバーグはもっと昔です。あの動画のね、その日も爽やかは行ったんだけど、みんなでは行けなかったので、キタラブラウンのデビューはまだです。みんなみんなそんな焦らないでって。そう、
あの成人式があって、まあ、朝早くて大変だったんですけど、まあ、あのね、熱田神宮さん、熱田神宮さんで成人式ができるってすごいことなんですよね。1ヶ月3分で行かないと無理、やばいやばいやばい。でも1月はね、結構 いっぱいあるんだよね、イベントが。そう、成人の集いのイベントも劇場でもできて楽しかったです。次1月なんかあった？いいね、握手会とかありましたね、トーク会で。で次2月はあんまり覚えてませんけど、あのみっちゃんが卒業したのが確か2月だったと思います。で2月なんかありましたっけ？私あんまりちょっと覚えてないんですけど、2月の思い出なんで、よかったら教えてください。2月、まあ、続いて3月。飛ばします。3月ねえ、掘らないで。2月特になし。いや、そんなことはないんですよ。そんなことは絶対にないんだけど、ちょっと1月が濃かったからね。3月は特になし。特になしって何？でも春コンのリハとかをしたんだと思います。あー、はいはい、忘れてました。大事なことを忘れてましたよ、皆さん大事なことを忘れてました。あの今年のね、私の一番のポイントと言ってもいいね。ちょっと一旦静かにしてもらっていい？うちは、あの演技のお仕事をね、今年からやらせていただいたんですよ、舞台に出るっていう。でそれの始まりが3月のライアーゲームマーダーミステリーという舞台、まあ、SKE のメンバー何人だろう、結構 SKE のメンバーのみで立たせてもらって、もうほぼアドリブですね、あれは。アドリブ、台本のない、脚本、台本がねえ、台本がない舞台だったんですけど、初舞台が台本ないっていう、すごいすごい経験だったんですけど、すごい楽しかったですね。ライアーゲーム楽しかったよね、あれ。なんかあの、これ配信あってブルーレイ DVD 出てるので、どうにかして手に入れて、知らない方は見てくださったら嬉しいんですけど、そう、上野でねやらせてもらいました。楽しかった、めっちゃ大事でした、その3月のやつ。まあ、3月はそんな感じかな。ちょっと急ぎ目でいきますね。4月は春コンがありましたね。まず最初に春コンがありまして、ストーリーでね、春コン、名古屋での春コンがありました。ギュッギュッギュッとしてってやりましたね。ユニットはプレシャスの3人で、その時はユニットがその新公演のユニットでいつもの雰囲気と違う曲をやるっていうあれだったので、プレシャスチームで可愛い感じの渡り廊下走りたいさんのやつをやりまして、レアだったんじゃないでしょうかね。あ、そうですね、プリマスタラのね、しずこい2023ありました。楽しかったです。楽しかったばっか言ってる。そして大事ですよ、これ一番。4月頭3日かな、カウントダウン TV さん、ライブライブライブにね、初めての歌番組です。こちら私の人生初歌番組。いや、これはね、すごく一番、今年一番と言ってもいいぐらい思い出に残ってることでして、そう、初めての歌番組でした。もう全国放送だったので、家族とかもね東京から見てくれてて、すごい、テレビってすごいって思いました。まあ最後にならないように頑張ります。そして、あー消えちゃった。4月は、あ、3月に戻るんですけど、3月に新潟に行きました。あの NGT48 さんのいる友達が卒業しちゃうってことで、その公演を見に行かせてもらって、初めて NGT 劇場、楽しかった。それもね、しかも取材もしていただいて、
お仕事として行けたのが嬉しかったですね。新聞にも載りました。大事です。そうちゃんとは家族ぐるみで仲いいからママも喜んでました。そして4月はね、個人プライベートなんですけど、大好きなアイドルさんのライブにも行ってますね私。はい、続いて5月も春コンがありました。続いて東京の方で、これね友達が見に来てくれて、嬉しかったです。5月ね、東京のライブはね凱旋なんでね嬉しいですね。まあこの辺から舞台赤星の稽古が始まり、稽古結構やってますね。ああ、そうだ、このシンポジの日もそうだな、ゆきさんポジのあったのも稽古期間でしたね。そうだね、5月はそうですね舞台稽古してました。1ヶ月間、明日春コンのユニットはこっちはラブルあやかで眼差しさよなら。春コンもあの配信がなかったからちょっと残念なんですけど、はい、こんな感じでした。5月、6月は舞台赤星が頭にありまして、これはちゃんと台本がある舞台はこれが初めてで、すごい、しかも円形の劇場ですごく新鮮だったんですけど、すごく楽しかったです。もっと舞台出たいと思ったきっかけにもなった作品です。楽しかったです。あと DVD も見てくれた方ありがとうございます。そう、楽しかった。1ヶ月間ね囚人服着てつなぎ着てやっぱりでも SK 以外の方とお仕事するのがほとんど初めてだったから、なんかすごい新鮮で、いろんな、なんか視野が広まった期間ではありましたね。はい、あ、滝行も、あ、放送はいつか分かんないけど滝行もこの5月でした。え、まださ半分も行ってないんだけど、充実しすぎじゃない2023年。滝行しました、冬ちゃんと。でもこういうなんかやりたかったことがお仕事としてできることが多くてすごい幸せだなと思ってました。なんか目の大きさ違う全然。また滝行の次の日はふいちゃんとユニバに行くっていう楽しいこともしてました。滝行はねすごい思い出ですね。続いて6、あれこれ今何月、これ6月か、ごめんあ、6月はあれもありました。プリマステラ世界プリマちゃんズ計画、名古屋と大阪に行きました。いやこれはね濃かったですね。だいぶちょっとあの優香さんがお休みだったんですけど、すごいなんかプリマステラとしても初めての試みも多くて、あ、ここでしたらブラウン誕生です。でもここで本当になんかどんどん先輩とも距離が縮まって、先輩ってプリマのメンバーと MC もね楽しくて、これぜひ見たことない人には見てほしい。配信がないからこれも、まあそんな世界プリマちゃんズ計画、大人だけどプリチーダモン編だっけあの1月にありますので、東京に1月12日東京、1月14日大阪、1月15日広島、1月20、21名古屋あります。
多分まだチケット売ってると思います。お待ちしてます。続いて6月ね、あとなんかあもむたんがね卒業しちゃいましためっちゃ軽く聞こえるけどすごいあの寂しいです。その6月かこの間あったんですけど6月ってもっと前に感じるねみたいな話しました。あスレッズ始めましたね。ここで7月かこれ7月はスレッズを始めましたあとは7月はまあ順番に行くと、サマーツアーのリハーサルとかしてますね。あとアイドルスクエア、エゴさんが卒業発表する前の日かな確か。おもたん元気でしたか。おもたん元気でした。アイドルスクエア夏。あ、たまごっちを買って育ててます。7月何してたんだろう。でもリハーサルかな。夏コンのリハーサルして。なんか覚えてることありますか7月。未完全やって非公式とか出てる。みっちゃんとはね会ってないです。この年末は。そいつはアイドルスクエアに K2 で出ました。まあそんな感じで8月行きましょう。盛りだくさん8月。8月はですねまずあの東京アイドルフェスティバル TIFF に初めて出ました。これも本番の2日前に出ることが決まり、あーって言って、あ待って大事なこと忘れてた。7月です。7月ういちゃんがお家に来ました。じゃーん眠たいの。ういちゃんがお家に来ました。ようこそういちゃんが来ました。ういちゃん来たの。ん、はい、ういちゃんは今日洋服着てます。もうこんなだった格好、この手のひらで持てるくらいねちっちゃかったんですよね。うーちゃんはで、うーちゃんが7月にお家に来ましたね。いらっしゃいませ。はい、というわけで、まあ、8月は TIFF がありまして、2日前に出るってなって、ふーってなって出させていただきまして、そのまま仙台に行きました。終わって直行大爆走、東京駅大爆走。多分菅原さんがいなかったら乗り遅れてたぐらいギリギリだったんですけど、それも思い出です。今年の夏はあの一緒に過ごせるのが最後の先輩とかも多かったので嬉しかったです。ティフ楽しかった。東京アイドルフェスティバルってあの人生で一回は出てみたいなっていうあれがあったので、まあ、最後にならないといいですけど出れて嬉しかったです。まあそのまま仙台に行きまして、ずんだシェイクを飲みまして、牛タンを食べました。ゆずさんとエゴさんと3人で夜の街をお散歩して花火を聞きながら
YouTube で見ながら、すごい素敵な思い出ができまして、で次の日は仙台のサマーツアーですね。すごい、これも普段やっぱチーム以外のメンバーとステージ一緒立つ機会ないから、新鮮でしたし楽しかったです。キューキもいっぱいいて、結構牛タンいっぱい食べました。終わってからも横さんと美味しいもの食べに行って幸せでしたね。夏楽しかったな。で帰ってきてから何があったかっていうと、まあいろいろあったんだろうけど、お誕生日、私の21歳のお誕生日でした。8月は当日はお休みだったので、みその座さん、みその座さんじゃないよ、明治座さんの方に行って、私の推しメンの桜坂46さんの小林由依さんが出演されてる舞台を隠し砦での三悪人見に行ってきました。もう超楽しかった。本当にオタクとしても楽しかったし、私その時にはもう義経千本桜に出ることが決まってたので、私も頑張ろうっていう気持ちにしたさせてもらいましたね。幸せな誕生日でした。日帰りだったんですけど、そして、あ、じっちゃん縁日ありました。誕生日おめでとう、ありがとう。じっちゃん縁日も誕生日の次の日にありまして、初めて出たんですけど、まあ、本当に今年は未完全 TV さんありきの2023年だったなっていう感じですね。JKT48 をご存知ですか？え、もちろんです。TIFF の時にお会いしておしゃべりしました。そう、楽しかった。でサマーツアーもね、続いて私は東京にも行かせてもらって、凱旋ということで、いやー良かったですね。ツアーはいろんな思いが あったんですけど、結果的に楽しかったので OK です。そうなんです、凱旋の機会とても多くて嬉しいんですけど、ちょっと多すぎて忘れられちゃうっていう難点はありますね。はい、若ピンしましたね。とても好評で嬉しかったです。スタッフさんとかにもすごい褒めてもらえて嬉しかったです。そんな8月でしたね。そう、サマーツアーのお土産交換会とかもして、みんなで行くたびにチーム K2 へって言ってお土産買ってきてくれて楽しかった。やばい、まだ8月や。はい、そして9月、あ、でもまだ20分あるか。9月は初めて劇場でセンターに立たせていただきました。手をつなぎながら公演、そうユニットでとかはあったりしたんですけど、公演のセンターは初めてだったし、しかも16人ってか全体曲でセンター劇場でっていうのが追加曲とかも含めて初めてだったと思うので、みんなもびっくりしたと思うんですけど、しかも2回公演で嬉しかったですね。そう、この間もやらせてもらったんですけど、できたらいいですね。9月、そんな9月、そんな9月ですが、あ、もうこの辺からリカワとかのリハーサルが始まってますね。まあそんな中一人でね温泉行ったりとかしてますけど、 あとトーク会、あ、生誕祭9月だ。初めてってことにびっくり。やめてよ、私そんなね、そんなねあれなんですよ、ほっといても平気な人じゃないんですよ。ちょっとこれで覚えておいてください。2024年のみんなの心に刻め。リカは9月か、そっか、
そう、生誕祭がありましたね。今年は水色の、花冠とディスプレイと、ありがとうございます。赤星のディスプレイです。すごい、赤星の共演者さんからもあのメッセージとかいただいてくれたりとかしてて、びっくりしました。ダメだ、ストレッチが必要。はい、9月はそして、リハーサルをたくさんしました。みんなでリクアワード周年の、あ、そう、お手紙はゆずさんからいただきました。そしてリクエストアワー3日間、そして最終日は周年コンサートもありまして、いやだいぶ前に感じますけど、もうこれ2ヶ月前ですからね。なんといってもですよ、プレシャス第3位、いや嬉しかったですね。やっぱ今年何に投票お願いしますとかあまり言わなかったですけど、いやみんなはきっとプレシャスに入れてくれるって信じていたので、第3位でフルで披露できてとっても嬉しかったです。そう、ゆずさんの卒業のタイミングっていうのもね、もちろんあったと思うんですけど、これからも愛される楽曲でやれるように頑張ります。雨のち奇跡的に晴れも第7位でなんと1桁の順位でね、嬉しかったですよ。終電も何したっけ、終電、あ、トゥンタ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 ン、意外と覚えてる、トゥンタ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 ン、え、めっちゃ覚えてんだけど、エスケープ、めっちゃ覚えてましたってぐらい頑張りましたね、みんなで。めっちゃ踊れた、トゥン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 、やりました、楽しかった。怒涛のね、何曲か、7曲ぐらいメドレーといろいろやりまして、最後はね、2人にエゴさんとユウさんにサプライズもして、センチュリーコンサート楽しかった。あ、もうね、気づいたら10月になりましたけど、楽しかったですね。そして今年は10月5日に劇場での周年公演も復活して、私は人生2回目でした、劇場での周年は。すごく人がいっぱいだったんですけど楽しかったです。で、生誕忘れてませんか。生誕話したじゃん今、結構な尺取ったよ生誕に。10月、あれも交通安全イベントもありました、高齢者向けイオンでゆうねちゃんとやりました。あれもね、思ってたよりたくさんの方が来てくださって、やっぱイオンとかでイベントするの憧れだったので嬉しかったです。あと壁車の衣装ね、壁車の衣装ってちょっとさ、なんだろう、ちょっとお仕事じゃないと着れないから、なんかお仕事がないと着れないから嬉しいんだよね、着れるとき。あ、忘れてた、あれもやったわ、ブリトーブリトーイベント電撃参戦もした。そういえば3月ぐらいかな、あれ。明日長島めっちゃ寒いから気をつけてね。ありがとうございます、気をつけます。来てくれる皆さんも気をつけてください、体調
そうデイズさんのソロ公演なんかも見に行っちゃったりとかして、デイズさんと卒業の三者内容も一緒にミオタンと3人でやらせていただけたり、その一もうその毎週ね、伊豆さんの何かをねしてたんですよ本当に。あの伊豆さんのファンフェスタもありましたし、司会やらせてもらってすごく思い出がたくさんできました。もう卒業しちゃったのはすごい寂しいですけど、グループでたくさん活動で思い出ができたので、プリセスをね豆腐会できたりなんかもしちゃって、あと10月はあれもですね、ズブ濡れスキー発売、皆さん買いましたか？まだ買ってない方は絶対に買ってください。あの一応ねそこでね水着グラビアしたのでチェック。いやなんかさ、グラビアやってくださいみたいな言う人に限ってね反応してくれないの、やった時にちゃんと見てますからね。ミキちゃんと二人でスパさんにも載せてもらいました。買ったよありがとう、お渡し会もあってね、ぜひ K2 推しの皆さんもそうじゃない皆さんもチェックしてください。そして10月は好きになっちゃったのイベントがラストだったのかな、の方が来てくださって、またね今回も全完売はね叶わなかったんですけど、たくさんの方が来てくださってありがとうございます。ちょっと次はもっと多分私はすごく圧をかけると思うんですけど、ぜひついてきてください。そして11月、あこの辺から義経千本桜の稽古が始まりました。あ10月末か、あれ10月末にショールームイベントを初めて、人生初めてのショールームイベントをしまして、エスカワイさんのイベントはね、何これうちゃんこの毛何切っていいやつで、そうちょっと私自身もボロボロの中だったので、たくさんの方にねちょっと不安な思いをさせてしまったと思うんですけど、すごくいい経験になりました。ショールームイベントそれが11月の頭に終わって、もうその時からもう稽古が始まってたんですけど、舞台の、いやこれは結構ね12月なんですけど、記憶が新しいからっていうのもあるかもしれないけど、今年の中で大きな出来事でした。すごい 大規模な舞台で、すごい方たちと共演させてもらって、皆さんにも見に来てもらって、 SKのファンの方以外の方もねたくさん私のことを知ってくれたと思うし、出会いがたくさんあって、そこで気になってインスタとかフォローしたよとか X 見てるよって方もいてくれてるので、すごいいい機会だったなと思います。ショールームもたまに来てくれたりとか、11月今ねストーリーのアーカイブを見ながら喋ってるんですよ。だから多分漏れがいっぱいあると思うんですけど、またちょっとご容赦ください。あこれなんだっけ、これスパフェス出ました。11月、楽しかったです。もうたくさんのアイドルさんいる中、なんとプリマステラ大トリをやらせていただいて、
たくさん盛り上がってくれて嬉しかったです。やっぱフェスはね熱いですね。コールとかもすごい大きいし、またフリマスタラでも出れたら嬉しいです。まあそんな11月、まあ稽古だな、稽古して、そして12月は義経千本桜をして あ、プリマちゃんの反省会もトークショー、劇場でトークショー、なぜかこのタイミングでトークショーをしましたね。で、あの解禁配信もして、結構プリマステラウィークだったかも。ウィーク、モンス、マンス、わかんないけど。で、まあ、12月舞台見に来てくれましたか？それでその次の日に、舞台終わった次の日にエゴさんのソロライブがあったので見に行きました。いやー、よかったです。本当に ZEP であのソロライブできるってすごいですよね。グッズもちゃんと買って、ちょっと冬だったんですけど半袖で見てました。行ったよ、ありがとう。すごい、なんかいっぱい来てくれて、たくさん感想もくれて、グッズもねゲットしてくれて、メンバーも来てくれたり、スタッフさんも見に来てくれたり、あとファンの方以外から感想が飛んでくるのもすごい新鮮でしたね。そう、あの今回の舞台は人生で一番大きい声を出しましたので、まだ見てない方はDVD がまた再販するかもわかんない、知らない、今されてるのかもしれないけど、あのもし見れる機会があったら見てほしいです、はい、そして12月はあのチームコンサート、続いてチームコンサートをしましたね。ダイヤモンドホールの方で、全部 K2 の曲で、やっぱ K2 の曲って K2 でやってた曲で、素敵な曲ばっかだなーって、みんなもすごい好きなんだろうなっていうのがファンの方も伝わって嬉しかったです。いやー、シングル曲メドレーもねやって激アツでした。そっからはもうエゴさんですよ。エゴさんとソロ公演に、あのね、この辺は詳しくブログ読んでほしいんですけど、書いたから、ソロ公演、別な卒業公演と3日間一緒にやらせてもらって、続きはブログでお願いします。続きはブログで、でね、よし、無事に終わりましたよ。ちょっと駆け足だったけど、どうですか今年の、今年もねとても充実した1年間でした、みんなのおかげで。まあいろいろありましたけど、この中で例えばそれ以外の公演、今回公演はねもうバーって削っちゃったけど、 この時の公演とか、このショールームの配信とかは分かんないけど、それぞれこの1年の中で私との思い出じゃないけど、豆腐会とかもありましたし、一番思い出残ってるなっていうことをぜひあの X のあれにリプしてください。そう、これ結構毎年恒例になってきてて、
みんなの見るの楽しいので、ぜひ。詰め替えました。かわいい。ショールームもね、今年何回やったかわかんないけど、見に来てくださってありがとうございます。こんな配信を。楽しい1年でしたけど、来年ももっといい1年になるように。頑張ります。明日は長島のカウントダウンイベントで、またこれも思い出なので楽しんできます。みんなも来てくれる方がいたら、もうめっちゃ傍観してきてくださいね。楽しみましょう年越し。あ、うーちゃんも前良いお年をして。なんか噛んでるけど、良いお年を、ありがとうって、応援、今年も応援ありがとうって、今年も応援ありがとう、来年もよろしくね。じゃあショールームの皆さん、良いお年を。うさぎ年。